織田信長です。マリオ&ルイージ RPG ブラザーシップの実況プレイをやっていきたいと思います。あそこ待って、セーブゾーンあんじゃん。なんかめっちゃ遠いところまでさ、セーブゾーン戻ったんだけど、さっきしかも回復も使ったわ。ガブゴンみたいなやつと戦うんだよね。コネタさん行こう。この先で何が起きているのかちょっと怖いですけど、二人と一緒なら安心です。三人で頑張ろう。なんか後ろ下がっててね、守ってあげるからね。キリ、うわー、あ、そうだ、マスキッパみたいなやつって言ってたね。草系か。闇コネリーはどうだ。お、この三人が今回のボスみたいな感じなのかな。ゾケット様の計画、この三人がゾケット様の下っ端みたいな感じなのかな。で、ゾケット様っていうのが真のボスなのかな。ん？来たな。やっほー、ルイジ君無駄なジャンプ。ルイジ君走るの遅いよ。かっこいい。ルドルフが言ってた連中か。ルドルフ、どの人？うん、あなたたち何者なの？大東大をどうするつもりですか？うわ、かぶってるかぶってる。貴様らに教える理由はない。あー、かわいそう、俺喋ってたのに。まあいいや、ガブンです。闇コネリを溜め込んだお前の力を見せてやれ。俺様たちが相手をするまでもない。ほうほう、じゃあこのマスキッパーみたいなやつと今回戦うっていう感じですね。いや、さあ、じゃあ頑張ってボス戦やっていきたいと思います。今回もルイージセンス使ってくれるのかな、戦闘中に。タイミングはわからんべ。とりあえずじゃあまずはハンマーでやってみましょう。ハンマーもジャンプも使えんのかな。あーん、やめて。緊急ガードできないよー。ルイージくん、もう早速ルイージくんやばいね。骨くるくる回ってるから二人でブラザーアクションできないんじゃない。とりあえず食べさせといてあげよう。じゃあオッケー、ルイージくん起きて。おお、いいね、多分のタイミングを。あ、欲しい。おお、全部ルイージくんの方に行ってる。あー、そう、あ、コインゲット、コインまで吐き出してくれるんだけど、ウィージ君起きてほしいんだけどな。一人でもこういうハンマーアクションできるんだね。ウィージ君起きて。おしおしおし、あー、起きた起きた起きた。おはよう、ルイージ君。よし、 B、 A、二人のアクションかっこいいね、やっぱりね。おお、セコ技のダブル押しね。まあ、避けれたら何でもいいんですよ。私みたいなね、プレイスキルがそこまでないプレイヤーにはもうダブル押しよ。あー、無理にジャンプしない方がいいのかな。よしよしよし、コインが、コイン出してくれるのはありがたいね。で、B、A、 なんか前回のさ、敵よりも、おお、ルイージセンス来るんじゃない。前回の敵よりも簡単そうじゃない。2回で来るの。まあ、とりあえず攻撃しといてもらおうか。ちっちゃくなった。あ、大きくなった。あー、ルイージくんが。うん、ルイージセンス来るか。お、ひらめいてください。かっこいい。
じゃあルイージセンス使ってみましょう。なになになに、一緒に引っ張るの、なになになに、竜巻投げ飛ばせ、今いい、ちょっともう無言プレイよおお、いいね、ぐる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 、お、フィールドが変わった。あ、次また違うフィールドになったんじゃない、まあ、チャンスだもんね。 OK A B、 よしよし、お、クリティカルで、アイテム使いたいところだけど、今チャンスだから B A 攻撃してもらいましょう。 OK、 いいねいいね、え、まだいけるの、よしよし、A、B、いいね、いいね、クリティカル、あー、もう一旦欲しかったな、おし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 、いいよ、あー、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、アイテムでスーパーキノコ使っちゃいましょう、ルイージ君に使います。オッケーオッケーオッケー、ハンマーで A B いけー、いいよいいよ、お、半分切ったから激おこモードなのかな、あ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 、食べられたら回復してんじゃない、よし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 、いいね、ハンマー B A、 ウィンジ君のハンマーちょっと強いハンマーだからね、で、自分のことは自分でやってもらいました、しょうまー、ミスった、バタだ、いつもこれはまあミスるんだよな、うん、ちょちょんってすぐ押さなきゃいけないね、お、またか、あー、ちょ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 、ルイージセンス使ってみましょう、またタイミングよく押せばいいんだよね、うん、さてさて、くる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 ー、はい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 、あっち、うまくできなかった、できないパターンのルイージセンスもあるんだね、キノコ使うあれじゃないね、ハンマー使っときましょう、やっぱ相手ちょっと回復してるね、マリオのこと食べたから回復みたいな感じのエフェクト出たもんね、あー、よだれが出た瞬間に押すんじゃない、よしよしよし、これは避けれたけど、ちょっと食べとこう、ルイージ君使っとこうかな、よし、で、ジャンプできないよ、あ、マリオが倒れた、やだやだ、先にマリオをどうにかしようぜ、まあちょっと一旦さ、マリオを回復しとこう、マリオ起きて、うん、あー、トゲチックはジャンプしない方がいいのかな、オッケーオッケー、でもマリオ起きたね、よし、じゃあハンマーで A B、 あー、ちょっと長い戦いになりそうだな、オッケーオッケーオッケー、いいよ、うまいんじゃない、ルイージセンスでお願いします、今度こそちゃんとあそこの竜巻のとこに当てたいね、はいはい、オッケー、うまいんじゃない、
いよ。ぐる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 よし、今ぐるぐるなってるから攻撃のチャンスだね。よしよし。で、ハンマーで、ガブンですね、当てて A、B。よしよしよし。もう1ターンあるよね。で、ハンマーで、次は B、A。よしよしよし。あと1、2回当てたらいい感じじゃない？よし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 。いいよ。もう無言プレイ貫くよ私は。よしよしよし。最後のインジ君で決めたいね。やばい。で、これは決まるか、ルイージ君で。お願いルイージ君、決めてー。お、あ、いけた。いい BGM になってる。これいけた分 BGM だね。よし、お金とガブン、ガブンデスブーツみたい。よし、じゃあレベル上がりましょう。ナイスー。お、もうちょっともうちょっと、15レベルまでもうちょっとだね。やっほー。で、一緒にレベルアップとゲッツ。お、いいんじゃない。撮影時間も10分ぐらいだね。よし、倒したよ。お、コネリーがキラキラになったね。オイエーイ。うん、コネリーいっぱい集まってきたな。そのコネリー集めたらどうなるの？お、何に使うの？ちゃんと考えてたよ。ほら、うん、考えてないな。考えたく。てんてんてん。コネタさん見てた？さっきの3人組は一体何者なんでしょう。悪者だよね。大東大の最上階へ向かいましょう。ほう、最上階に行ったらまたあのコンセントビームみたいなのになるのかな。うん、パパミールの目を。はいはい。そういえばセンサミールさんのお父さんがなんちゃらこんちゃらみたいな、捕まってるかなんちゃらこんちゃらみたいなね。うん、そんなのを集めて一体何をしようってんだ。あれ一つ作るのにどんだけ闇コネリーがいるんだよ。さあな、とりあえず今は数を集めることに専念しろ。不穏な話し合いを聞きながら世界の救世主に轟くことを信じて、俺は記録をつ、パパミールだね。ほう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 。パパミールってまさか、センサミールのお父さんだね。うんうん、ありがとう。教えてタップから確認できるからな。おーし。戻ってセーブしたいんだけどな。大丈夫かな。よし、じゃあ先に行きましょうかね。ここ乗ればいいのかな。エレベーターみたいな感じかな。最上階。よし、コネテさんも乗って乗って。おー、最上階では何が待ってるのかな。大東大の最上階。うん。なになに？コネットさん、そんなサクサク先行かないでよ。危ないよ。コネットさん、セーブゾーンとかない？あ、一番上だね。おー。一番上にやってきました。これだけせんの。うん。はい。失われてしまったコネクタルをこのジョウロで元に戻します。おう、うまくできるかちょっとだけ不安ですが大丈夫だよ。よし、頑張って。先生がいない今、育てなーとして私しかできないことなので頑張ります。うんうん、光よ、再び世界を照らして。おー、かわいいねコネッタさん。コネクタルランドの再生への道を示して。つぼみ開けー。さあどうなるのか。お、
もう光ってる。わあ。かっこいい。おお、いいね。コネッタさん。おお、キラキラシャワーだね。喋ってる時はどうもりみたいな喋り方なんだよ。笑い声は違うんだね。普通にフフフフなんだね。どうなるのどうなるの。おお、開くか。えい、開いた。これが大灯台の光ってことですか？ほえー、眩しすぎるんだけど。目が痛いわ。お、船島に向かって光が飛んでるんじゃないかな。どうだろう。お、センサビールさん。おー、波が立ったね。かっこいいよ。この光の先は？おー、やっほー。あ、かわいい。お、船島だね。あ、戻ってきたんだね。今回ぶっ飛びシーンないんだね。お、従えた4つの島とともに、あの大灯台の光はこう海流みたいな感じになったのかな。お、センサミルさん、ただいま、おかえりっす。すごいっす、感動っす、たまらんっす。そういえばパパミールのね、お手紙見つけたよ。なんとかうまくいきました。コネッタさんもナイスだよ。世界を取り戻すことができそうです。先生、どこかで見ていてくれますか。さあ、この調子でどんどん島をつなげていこう。ええ、行きましょう。マリオさん、ルイージさん。うんうん。お、あの3人組だね。報告します。フォレストン海域の大灯台島へ見回りに行ってまいりました。闇骨利を食わせたガブンデスに守らせています。それは倒しました。ちょろちょろと邪魔立てするものが出ていますが、ほぼ問題ないかと。あ、緑の子本当にかわいそうだね。お、あまり油断するなよ。は？バラバラになった大地をつなげ直すとは、私自身に出向き確かめるか。ジョゼットさんみたいな感じの名前だったんじゃなかったっけ、あのボスは。お、ちょっと夕焼けっぽい感じになったね。カラフル海域。さあ、次の島を探しましょう。はい。次の海域を探す前に、この辺でね、うろついてるとね、吹き出しが出てるね、住民さんたちがいるんだけど、そのね、住民さんに向かってね、話しかけると、いいらしくて、それだけちょっと見たんだよ。こういう吹き出しね。こういう吹き出しを、出るたんびに話しかけておかないと、よろしくないよ、みたいな。それだとサブクエが手に入れれるから、探しといた方がいいよ、っていうこと。だけをちょっと情報を仕入れました。とりあえずここだね。お、大灯台島、また大灯台島に行かなきゃいけないのかな。とりあえず見つけるだけ見つけておこうか。うん、島じゃなくて大灯台島ばっかりだね。なんすかあの壁、なんかあの悪者たちが作った壁っぽいよね。前の大灯台島にも変な施設があったし、もしかしてまたあの悪そうな奴らが。何せろあれじゃ近づいても乗り込めない。ドッカーンで行けなさそうだよね。うんうん、
壁を乗り越えたり壊したりできればいいのか。なんか大砲とかないの？まあこのカラフルな海域にも漂流島いくつかあるはずだから、どこかの島にあの壁をどうにかできる人がいる。おお、じゃあ新しい漂流島を探して島つなぎをしていってからあそこに行くっていう感じなんだね。技術者、発明家、メカニック。おお、あの兄弟みたいな感じの人がまたいるってことなのかな。よし、じゃあとりあえずセーブしてこの辺の吹き出しのね人に話しかけに行ってきます。カット。周りをね、いろいろね、吹き出しの人とかはいなかって、ちょっとおばちゃんが喋ってたぐらいかな。あの、井戸端会議をしてるおばちゃんたち3人から、ちょっとお話を聞いたぐらいで。で、新しい海域をね、探して、島を見つけました。寂れた島。